誰だ。俺って白化粧だな。発動するときにもし迷えばすぐ相手に尻尾をつかむだよ。武者ってしっかりしないといかん。ためらうこともいかん。思いに従って体が動き出す。手を出すときに勢いが猛烈でないと情勢を逆転することができない。お前みたいな運命だなんだ、そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。さて、僕の動きに従っていこう。英春拳の基礎はシャオニャン刀である。もしシャオニャン刀が間違えると正しい英春拳を身につけることが不可能だ。正面追擊とは敵に直面して自らの心に直面すること。外流巨尊とは自らの思いを受け取り機能に合わせるのが大切だ。覚えておこう。英春拳の中心は思いに従って動き出すこと。臨機応変はとても重要。心を縛らず本当の自分を見つけよう。英春拳は君の思いを水のように自由にさせる。この世で一番柔らかいものは水だけど、石をうがつことができる。任意の空間にも存在できる。だから頑張れ。俺は俺と違って落ちこぼれなんかじゃない。